じゃあ恋の種まきから始めてみたら。出たよ。何ですか恋の種まきって、教えてください。恋の種まきの方法は3つ。3つ。その1、下の名前をさりげなく呼んでみる。あ、まんまとやられてるね、レンさん。彼女のはそういうんじゃないから。そう、それはどうだか。突然下の名前で呼ばれたらちょっと意識し始めちゃうでしょ。なるほど。その2、人が褒めないところを見つけて褒めてあげる。なるほど、確かにそれは嬉しいかも。じゃあ練習ね、レンのこと褒めてみて。え、レンって褒めるところあったっけ。失礼だな。レンってなんだよ。手。手。レンの手って小さくて可愛いんだよね。ヨーノがでかいんだろ。ひっと。種まきその3、これね、大事。3秒見つめてさっと反らす。え、これね、効果てきめんなの。こう相手が自分のこと見てたのかなって、こうモヤモヤのループにはまるでしょ。さらにその人のことを考える時間が増えちゃう。なるほど、考えれば考えるほどその人のことが気になっちゃうみたいな。やってみ。はい先生。俺は練習台かよ。レンの顔ちゃんと見るの初めて。鼻筋スッとしてる。あ、こんなところにほくろがある。10秒経ってるけど遅。もしかして見とれてた。は？違います。